はい、はい、こんにちは。昨日宣伝をしてました、そうそう、青パパイヤさんの、で今日販売やってもらってるんですけど、うん、これ、うん、これ漬物ができてきました。これ、これが味付け、これはこの細かとが何になる、細かとがなんかスライス、何やろか、スライスしてきんぴらごんぼみバージョンみたいなやつやろか、説明書さんね、うん、何油、ごま油、ごま油食べてみろか、あ、なんか結構簡単にできるみたいですね、はい、おはようございま す。この青パパイヤのちょっと特徴と、このお漬物と今日はこれ何なんですか。これはですね、あのごま油と、塩昆布で炒めただけです。炒めただけ。これはのものとお漬物です。お漬物というとスライスして、はい、レシピもつけてるんですけれども、うん、こちらに載ってるですね、お漬物がお醤油、酢、砂糖とちょっと唐辛子を入れたので、生のものにこう。あのそれを味見してるとこ入れたら一夜漬けです。あ、白ご飯に合いそう、うん、聞いてるだけでもね、うん、じゃあちょっと実食、食感がどうなのか、ちょっとまた食べてみましょうね、はい、はい、実食、うんうんうん、なかなか硬いけど、うん、カリッカリッカリッカリのこの、あのね、噛んでも噛んでも、うん、なんか、うん、すぐになくならないところがいいですね、うんうんうん、で、ああ唐辛子の入った時に最後ピリッてきました、うん、で、おいしい、なんていうと、もともとこのパパイヤさん自体に、パパイヤ3杯ねパパイヤさん自体に味がないので、こうしっかりと味が、醤油の味とかのお漬物の味のしっかりついてて、あ、カリッカリッカリで美味しい、はい、うん、はい、ご飯にもお酒にもめちゃくちゃ柔らかくなるんですよ、うん、火にかけると今度は柔らかくなる、柔らかくて、あのなんか冬瓜みたいな感じ、おー、冬瓜も 見た目めっちゃね、はい、あの硬そうだけど、はい、煮るぎ早う煮るんですね、そうなんです、そしたらもうあっという間、ほんと柔らかくって、なんか溶けちゃいそうなのに煮崩れもしないんですよ、だから本当に味噌汁でも炒め物でも煮物でもいけちゃう、なんかあれね、いろんな食べ方があるってことですね、そうなんです、そして熱に強い酵素だから、だから本当に体にも本当にあの吸収してきます、ちゃんと吸収してっていうか、もう分解してくれるんですよ、タンパク質だとか脂質だとか糖質だとか、だから良いです、へー、じゃあこれ、このこれは千切りにしてやって、これをごま油と、はい、はい、塩昆布でバシャッとやらんで、ぐしゃぐしゃぐしゃっとしただけ、なんかね、美味しいね、和ゴムめっちゃ感覚で和ゴムが柔らかしてから美味しいしたこと、もうそれ食べた、食べた、あ、実食、はい、わかる、和ゴムってスレンガバってんさ、なんかこう弾力があって、うん、ね、美味しゅうして味付けてね、今輪ゴムと言うたけど、あ、輪ゴムみたいな感じ、ごま油がプーン、あ、でもごま油があって、でもあるよね、これ味付け、ありあり、いろんなもの合いそうです、入ってないので、ほんとほんと塩昆布での味でちょうどいい、 あ、でも美味しい、これごまの色気もっと思うなんちゃうか、ごまは、ごまは入れて、うん、ごま油も入っとうけど、ごまも入れた方がまた、うん、酵素の花、酵素ですね、はい、酵素が酸、タンパク質、脂質、糖質を分解できる、うん、あの酵素がこれだけ、あのパパイン酵素というものだけで、それが一番豊富に含まれているのがこの青パパイヤです。いらんかったね、こんなしてるんですけど、ビタミン C もポリフェノールも美容にも最適、はい、でビタミン C は火を通してもあの死滅しないビタミン C なので、きちんと摂取できる、じゃあさ、例えばこう熟していったらフルーツに変わるって感じやったじゃなかですか、はい、どうなんだろう、その栄養素的なものはこう変わらない、いや、ですね、この青い状態最初の方がいいんだろう、はい、一番たくさん含まれているので、この状態が一番栄養が摂取、いろんな栄養が一番豊富に含まれている、じゃあもう本当今のこの青パパイヤだからいいということで、そうですね、聞いただけでなんかね、いいですね、実際にはね、私もちょっと年齢的にはあれですからね、はい、じゃあ情報発信は主にインスタ、そうですね、インスタグラムと、あと一応ホームページもあります、覗いてみてください、はい、要チェックですね、ぜひともね、はい、いやでも美味しかったですよ、本当ごめんね、想像以上に美味しかった、あ、はいはい、びっくりしました、はい、ではでは、あー、ぜひまだね、ぜひぜひ、はい、来てください、食べに行ってください。